皆さんこんにちは、ヒロです。皆さんに質問があります。皆さんは朝起きた後どんな飲み物を飲みますか？僕はいつもこれ、レッドブルなんですね。理由は朝すごく眠いのと一日中頑張るためですね。いただきます。ああ、美味しい。 OK。 日本語を勉強している人の中にはいろんな悩みを持った方がいると思います。例えば、ああ、1年間も勉強してるのに全然日本語上手にならないよ、どうしようとかですね。こんな人のために今日は日本語があっという間に上手になる方法5つ紹介します。1つ目、自分自身の単語帳を作ることです。皆さんは日本語を勉強しているとき、毎日新しい単語や表現を見つけることができますね。でも人間って完璧じゃないんですよ。一度見ただけじゃ全部を覚えることはできません。だからどこかにメモしておく必要があるんですね。皆さん多分電話持ってますよね。電話の中にはだいたいメモの機能があるので、それを使って毎日新しい単語をどんどん残していってください。そうすることで日本語の標語を増やすことができます。2つ目、日本人の真似をしましょう。1つ質問です。日本語が一番上手な人って誰ですか？簡単ですね。もちろん日本人です。どんな分野でもそうなんですが、上手になりたいなら一番上手な人の真似をしましょう。例えばあなたがサッカーをしていますね。サッカーしてるのに全然上手になりません。そしたら上手い人のプレーを見ましょう。あ、この人こんなことしてるんだ、こんなやり方があったんだ、いろんなことに気づけると思います。日本人のビデオやもちろん YouTube でもいいですね。 YouTube やテレビ、まあ、アニメでもいいので、とりあえず日本人の真似をしてみましょう。そうしたら具体的にどういうふうに練習していくのか見ていきましょう。今日はこのビデオを使います。やり方はシャドーウィングと呼ばれるものです。ビデオの僕が話した後、その話し方や発音を真似しながら続けます。それではやっていきましょう。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、ヒロです。こんな感じですね。もしも話すスピードが速いと感じた場合は、 YouTube の機能からスピードを下げて練習してみてください。最初は日本人と同じスピードで話す必要はありません。ゆっくりゆっくり練習していきましょうね。 OK。 で、3つ目、自分の声を録音しましょう。自分の声聞きたくないよ。そういう人多いかもしれません。確かに最初自分の声を聞くと正直ゲークワなんですね。本当にひどい。でもこれは本当に効果があるんですよ。自分の声をちゃんと聞くことで自分の発音の間違いに気づくことができます。もちろん1回や2回ではそんなにすぐに上手になりません。でも10回、100回と繰り返すことによって、だんだん自分のひどかった発音が日本人のように滑らかな発音になっていきます。言語を話す上で発音というのはすごく大切です。毎日毎日繰り返し自分の声を録音して日本語を上達させましょう。4つ目、音読をすることです。
音読って何って思われる方がいるかもしれませんが、音読というのは簡単に言うと日本語の文章を声に出して読むことですね。例えばこれ読解、ちょっと言ってみますね。スポーツをやる目的や関わり方は種々多様である。こんな感じです。自分で声に出して読んでみましょう。最初は絶対うまくいかないと思います。発音もおかしいし滑らかに話せないんです。なぜなら口の動きが日本語に慣れてないからなんですね。日本語に慣れるまで毎日毎日何度も練習しましょう。そして練習するときに大切なことは声を録音することです。そうすることで発音も上手になるし、日本語の口の動きもすごく上達しますよ。で、最後、5つ目、日本語の脳みそを作りましょう。日本語の脳みそ？そのものないよって思われる方がいるかもしれません。あるんです。日本語の脳みそというと、簡単に言えば何も考えずに日本語を喋ることのできる状態です。あなたがベトナム語を話すとき何か考えてますか？ああ、ベトナム語の文法こうだっけ？この単語を使ってよかったかな？そんなことを考えないですよね。なぜならあなたはベトナム語の脳みそを持っているからです。じゃあもしあなたが日本語の脳みそを持っていたら、日本語すごく上手に話せますよね。だから日本語の脳みそは大切なんです。日本語の脳みそを作るときに大事なことは、毎日24時間日本語を使うことです。でもちょっと待って、ここベトナムだよ、どうやって日本語を使うの？そう思いますよね。大丈夫、一人でできる方法があります。それは独り言です。独り言っていうのは自分一人で喋ること。ちょっと気持ち悪いかもしれないですが、これは本当に効果があります。口に出すのが嫌な方は頭の中で考えましょう。例えばシャワーを浴びている時、ああ今日めっちゃ疲れたな、なんか上司変なことばっか言うし、ああ明日仕事行きたくないな、これでいいです。口に出すことがすごく大切なんですね。これを毎日毎日続けることで、だんだん日本語で考えなくても話せるようになるんですね。そしたらもうペラペラ、日本人みたいです。 OK、 最後にまとめます。日本語で勉強するときにとても大切なこと、一つ目は自分自身の単語帳を作ることです。これは単語を見て復習することで自分の日本語の表現を増やすためです。2つ目、日本人の真似をすること。もちろん日本人、日本語が一番上手です。だから日本人の真似をして自然な日本語を手に入れましょう。3つ目、自分の声を録音してください。自分の声を録音して毎日練習することで発音がどんどん良くなります。発音は日本語の中でもすごく大切な部分なので、頑張って練習しましょう。4つ目、音読することです。音読することで口の動きが日本語に慣れて自然に話すことができるようになります。これも毎日やりましょうね。で、最後5つ目、日本語の脳みそを作ることです。日本語の脳みそができたら日本語を話すのは簡単です。何も考えずに話せるようになるので、自信を持って日本語が話せるようになりますよ。そしたら今日はここで終わり。この後今日難しかった単語を一緒に復習していきましょう。それでは今日難しかった単語を一緒に復習していきましょう。今日の単語はこちら、ててん、OK。 1つ目、完璧。完璧というのは
100% の状態です。例文見ていきましょう。君のような完璧な人は見たことがないよ。2つ目、分野。この言葉、非常に難しい言葉です。分野というのは区別された一つの部分ということです。区別された一つの部分、ごめん意味わかんないよってなりますね。分野というのは簡単に言えばすごく専門のものです。例えば、あなたの得意分野は何ですか？私の得意分野は日本語を教えることです。これが私の専門です。そんな感じですね。3つ目、録音。録音というのは何かを記録することです。それじゃあ録音始めます。こんな感じで使います。4つ目、上達。上達は何かがうまくなることです。ひろくん、上達したじゃないか。5つ目、脳みそ。これは簡単ですね。この brain ですね、頭の中にある脳みそです。6つ目、独り言。独り言は誰もいない状況で一人で喋ることです。たくさん独り言すると本当に危ない人になるので気をつけてください。それでは最後に文法を見ていきましょう。今日の動画の中で言語を話す上でと言いました。これはすごく難しい文法です。一緒に意味を見ていきましょう。何々する上でというのは何かをするときにと言い換えることができます。そしたら言語を話す上でというのは言語を話すときにと同じ意味になります。言語を話す上で一番大切なことは使うことです。言語を話すときに一番大切なことは使うことです。何々する上でを使えると日本語のレベルが一つ上がりますよ。ぜひ使ってみてください。そしたら今日の復習はここまで。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。